玉の親神社は、大阪府八尾神田地にある神社。式内社で、旧社格は豪社。高安大明神とも、八尾市東部、高安地区の氏神である。社殿によると宗氏は710年に、巣王国の玉の親神社から分霊を誕生したもので、その際、住吉津から上陸し、御地神社に泊まった後、現在地に祀られたとされている。この地に、 玉作り部の人々が住んでいたため、その祖神を祀ったものと考えられる。現在の社殿は1725年の再建とされている。本殿参道の石段の脇に大きなクスの木が生えている。1949年に大阪府の天然記念物に指定されている。同じく参道の石段下の脇には、かつては神宮寺として、その三寺だけの棒があったが、 明治維新後の神仏分離により、廃寺となった。本神社の少し北側を、大阪市の玉作りを起点とする十三街道が通り、かつては交通の要所となっていた。十三街道によって玉の親と玉作りがつながり、両者の地名から何らかの関連があったと、考えられている。神社すぐ横で、神田地茶や辻付近から、大和服鳥川の人工寺付近まで南北に通る、 農道の新設、拡張工事が行われていたが2010年に、竣工している。毎年7月中頃には、各地区から布団太鼓が出て祭礼が行われている。2010年には、鎮座1300年にあたり、そのための盛大な祭りが行われた。平安時代の歌人の有原の成平が使用していたと、される笛や、豊臣秀頼騎の石道路などがある。ありがとうございます。